9月3日、金曜日配信予定、高市前総務省入直撃、決断の理由と称賛、自民内乱と野党戦略ゲスト高市さなえ、前総務大臣、自由民主党衆議院議員、前半辻元清美、立憲民主党副代表、衆議院議員、後半前原政治、国民民主党代表代行、衆議院議員、後半山田めぐみ氏、 時事通信社解説委員9月3日金曜日放送文高市前総務省入直撃決断の理由と賞賛辞任内乱と野党戦略先週岸田文雄前政調会長が掲げた党幹部の任期制限という総裁選の目玉政策が引き金になったかのように政局が激動している来週早々に発表される党役員人事と絡み一時は 早期解散説まで飛び交う状況や監視省の求心力を党内や国民の目はどう見ているのか。番組前半はコロナ災いの中で実施される自民党総裁選で議論されるべき政策と焦点を検証。後半は与党内政局による政治空白の懸念と解散総選挙を睨んだ野党戦略を問う。